こんばんは、岩田ですえ。今日はですね、え皆さん、祝日ということで、なんで祝日かと言ったらですね、これはもちろんですね、え天皇陛下のお誕生日ということで、天皇誕生日ということで、え今日はですね、天皇陛下のお誕生日ということでえ、天皇陛下の場合ですね、天皇陛下万歳というのがありますけど、いやさかというルもありますね。だからいやさかというふうに今日はですね、言いたいというふうに思います。まあ,あ、この内容に入っていく前にですね、いろんなことを考えるわけですけれども、 やっぱり令和に入ったんだなというふうなことをですね、しみじみと感じるのは今日が祝日になったこととですね、12月23日ですね、が平日になってるんですよね。まあこれをね、見るとやっぱり、あやっぱりもうなんか平成が終わって令和になったんだなということを改めて感じるというふうに思います。またですね、4月の29日が昭和の日になった。もう今では昭和の日って一般的ですけれども、 若い方はですね、もしかしてご存知ないかもしれないですけど、これ昔は緑の日だったんですよね。で、今5月4日あたりに緑の日が映ったわけですけれども、あの、なんで緑の日なのか、これよくわかんなかったんですよ。昭和天皇のお誕生日だったんですね。えー、この4月29日は。で、これがですね、なぜか知らないけど、緑の日になっていて、で、これはね、あの、結構国民運動というかですね、ありまして、昭和の日を願うということで、まあ、あったんですね。で、やっぱり、 これは激動。まあ、ご存知の通りですね。え、東戦争での敗北もあって、で、そこから、奇跡の戦後復興を成し遂げたと。で、それで私はすごいなと思うのは、戦前も戦後もですね、昭和天皇の、え、元ですね、国民が一致団結してきたという、ここは、一回も耐えてないわけですよね。それすごい歴史だということで、まあ、昭和の日の方が明らかにですね、皆さん国民に、こう、しっくりくるというふうに思います。 ただですね、忘れてはいけないのは、皆さんご存知ですか ?11 月3日って何の日かご存知ですか文化の日じゃないですか。なんで文化の日って祝日かご存知ですかこれ、明治天皇のお誕生日なんですよね。やっぱりね、これはね、いくらなんでもね、文化の日っていうのはね、わけがわからないですよね。やっぱ僕、これはね、明治の日にした方がいいんじゃないかなというふうに改めて思いますね。やっぱり明治維新と、昔はね、あの、 なんとか説といな明治説とかですね、こういう言い方したんですけど、まあ、そこまでしなくてもですね、明治の日でもいいから、私は明治の日にした方がいいんじゃないかなというふうに思います。うん、文化の日って言ったらね、思い起こしますかね明治維新のことを。文化の日って言って何を思うかなって言うと、ちょっと難しいですね。文化の日って何を考えればいいのかよくわからないですよね。だけど、明治の日だったら、ああ、そうかと明治維新、 であったなと。あの時、黒船やってきてですね、開国迫られて、まあ世界中全部植民地になっていく中でですね、日本はよく近代化っていうのは成し遂げたなと。しかもその近代化っていうものと日本らしさっていうのを両立しなくちゃいけないっていうことで、まあこれ本当にね、大変な奇跡的なことを成し遂げたと私は思うんですけれども、これをやっぱり明治の日としてですね、記憶しておくということは大事じゃないでしょうかね。やっぱ明治の日、昭和の日と。 あこういうことをね、やっぱきちんと考えた方が私はよろしかろうというふうに思ってます。で、 まあ、今日ですね、天皇誕生日ということで、早速ですね、天皇陛下の言葉がありました。まあ、これ、あの、インタビューにですね、答える形で、天皇陛下が、いろんなことをお答えなさっておりますけれども、えー、この中でですね、私が、あの、えっというかですね、あこれはさすがだなというふうに思ったものをですね、ちょっとご紹介させていただきたいというふうに思います。まずですね、 コロナ禍の天皇や皇室のあり方、今後のご活動の方針についてどのようにお考えでしょうかというのが第一番目の質問でした。で、これに対して、ね、私はね、さすがだなというふうに思ったのは、えー、歴史をね、こう振り返っておられるんですよ、陛下が。ちょっと読み上げてみたいと思います。日本の歴史の中では、天変地異や疫病の蔓延など困難な時期が幾度もありました。これまでの歴代天皇のご自責をたどれば、 天変地異等が続く不安定な世を沈めたいとの思いを込めて、奈良の大仏を作られた聖武天皇。疫病の収束を願って、般若心業を著赦された平安時代の佐賀天皇に始まり、戦国時代の五奈良天皇など、歴代の天皇は、その時代、時代にあって国民に寄り添うべく、思いを受け継ぎ、自らができることをなすよう努めて来られました。 その精神は現代にも通じるものがあると思います。皇室のあり方や活動の基本は国民の幸せを常に願って国民と苦楽を共にすることだと思います。そして時代の移り変わりや社会の変化に応じて状況に対応した務めを考え行動していくことが大切であり、その時代の皇室の役割であると考えております。ということをおっしゃっておられますね。ま,あ、まさにその通りだと思いますね。奈良の 大仏。まあ、これもですね、なんか変なですね、歴史の教え方する人によるとですね、なんか権力者がですね、なんか自分のなんかこう好きなことをやるためにですね、この奈良の大仏作らせたんだみたいなね、そういう教え方をする人いるようですけれども、これはちょっととんでもないですよね。何のためにやったかって言ったら、この当時のですね、やっぱり、 不安定の世を沈めたいという思いを込めて作られたわけですよね。般若信仰もそうですよね。だからそういったものをですね、やっぱりやってこられた。で、やっぱり私は思うのはですね、これすごく大事なことだなというふうに思いますけど、天皇陛下の存在っていうのはですね、国民の幸せを常に祈る存在なんですよね。で、このあり方っていうものは、日本の中においてですね、えー 常にあって、えー、時代を超えてですね、まあもちろん形は変わってくるわけですよ、その時代時代に応じて。だけれども、その精神のあり方ですね、国民と共にありたいという思いはあ、これは変わらないわけでして、ここをですね、単なるですね、権力闘争で見るとですね、ちょっと日本の歴史っていうのが見えてこなくなるんじゃないのかなという気がします。要するにですね、あ 国王は常にですね、自分の権力のために、えー、民衆を圧制を敷いていた、みたいなね、そういう階級闘争史観みたいなもので、マルクスのですね、歴史を見るとあ、そういう見方で見るから、大仏作るのだってこれは自分のなんか権力の象徴としてやってるんでしょう、みたいな感じになるけれども、そうじゃなくて、 国民の幸せを常に思っておられるということはやっぱり天皇陛下のこのある意味で本質なんだということでこれは時代が変わってですね時代が変わればその えー、やり方は変わってきますよ。だけど本質として国民と常にありたいというところは同じだということではないでしょうかね。だから、やっぱり、あの、仁徳天皇のですね、高き屋に登ってみれば煙立つ、民の鎌どは賑わいに蹴りなんていうのはですね、まさにね、えー、これは国民と共にありたいということで、その圧政を敷いてるですね、絶対王政の発想ではないですよね。で、それをね、なんか、無理くりですね、そのヨーロッパの歴史を、えー、この日本史の中に投影してですね、ほら これはもう絶対王せだとやっつけろという。これはね、やっぱりね、このマルクス主義者たちの無理があったことだろうというふうに考えます。で、さらにですね、こうやって言っておられてますね。国民を思い、国民に寄り添う点で、災害で被災された方々、障害者や高齢者、あるいは社会や人々のために尽くしてこられる方々にも心を寄せ、ねぎらい、励ましていくことはとても大切なことですというふうにおっしゃってます。本当にありがたいことだなというふうに思います。 この一年はコロナ禍に翻弄されてきました。愛する方を失ったご家族やご友人のお悲しみはいかばかりであったことでしょう。心から哀悼の意を表します。また、コロナ禍の閉塞感からでしょうか。自ら命を絶つ人が増えていることも極めて痛ましいことで、皆で何とか防がなくてはなりません。まあ、こういうふうにですね、弱者に対してですね、常にこう、 目配りをされているということこれはやっぱり日本の公室のありがたい点なんじゃないのかなというふうに思いますその一方で強い使命感を持って医療に取り組んできた方々や保健所などで現場の対応に当たってきた関係者をはじめ高齢者や障害者など社会的に弱い立場にある人々を支えてきた関係者や子ども食堂のような 困難な状況に置かれた子どもたちを支援してきた関係者など、多くの方々からお話を伺う機会を得、皆さんのありがたい尽力に思いをより深くいたしました。よくですね、やっぱあの国民のことをご覧になってるわけですよね。あの、だからね、まあ、これはね、実際にはなかったと言いますけれどもね、フランス革命があった時にですね、えっと、マリー・アントワネとかですね、えっと、 パンえパンがないのケーキを食べればいいのにと言ったとかね。え、いうのは、これ日本の、えー、こーとは全く違いますよね。ただこれ作り話だそうですよ。あの、そのマリアントのようにそんなこと言ってないと。いうことです。で、それからですね、えー、他にですね、私が、あこれを、すごいなというふうに思ったのはですね、愛子内親の殿下ですね、えー、昨年の4月から大学生、大学生なんですね。今私が教えてる大学生と同じなんだなというふうに思って、なんか、 非常になんか考え深いものがありましたね。あの、私ね、覚えてますけど、愛子の親王殿下がお生まれになった時にですね、えーえー、ちょうどね、なんかもしで隣町まで行ってました。私の町、ちっちゃな町だったもんですから、隣町まで行かないともし受けられなくて、でもしを受けた帰りかなに、なんかそのニュースかなんかって号外が出てましてね、で、それで、 なんか、あの、ああ、なんかすごいな、ということで、なんかデパートとかね、なんかそういうのが、なんか、華やかな、なっていた記憶がありまして、まあ、あれからもう、そんなに経つんだな、と。まあ、やっぱりこっちも、年取ったわけだ、というふうに改めて思いましたけれどもね、あの、あ、そうかと、もう、18ですね。18歳。もう、20歳になるっていくるわけですよね。 だから、えー、もう非常に、えー、あの不思議な感覚もありましたけれども、で、こ,こんなことをおっしゃってるんですね。私は、まあ、あの、大学の教員としてね、やっぱり、こんなこともでもこれ、昨年の4月から大学生になった愛子は、これ、まあ、天皇陛下ですからね。えー 新型コロナウイルス感染症の影響により、オンラインでの授業が続いておりますが、学習もオンラインなんですね。昨年秋に初めて大学に登校した際に、大学では新しい知識を得た時に感じられる喜びを大切にしながら、様々なことに取り組んでいければと思います。と語っていたように、大学での勉強に意欲的に取り組んでいることを、 私も、私と、ま子皇后ですね、皇后陛下も、嬉しく思い、また少し頼もしくなったように感じております。ということで、大学生になるとやっぱりそういうふうに感じるんだなと思います。で、ここからがですね、やっぱり、なんか我々もちょっとビクッとするわけですけど、オンラインの授業では課題もかなり多く、え、愛子、内心の殿下もですね、その一つ一つに一生懸命に取り組んでおり、大変そうですが、授業を準備される先生方のご苦労も大きいものだと思いました。 ありがとうございますと、思いました。これね、なかなか理解されてないんですよ。オンラインで楽だからいいでしょうとかね。大変なんです。オンラインの方がですね、結構大変で、オンラインでのみですね、やると、やっぱりね、反応が見えないんですよね。だから、理解されてるのか、理解されてないのかね。この辺のね、反応が非常にわかりにくい。少人数のね、ゼミみたいなのだったら、どうですかというふうに聞けるけど、なかなか大人数になってくる、これできませんからね。 これあ、ありがとうございますという気がします。本当にね、オンラインが始まった、えー、去年の4月ぐらいにですね、講義多かった人ですね、あの、病気になっちゃった人っていうのもね、実際いるんですよ。あの、私の、あの、私の友人の友人がそうなっちゃったというふうに聞きましたけれども、あの、 その、いろんな大学で教えてて、その大学ごとに、そのオンラインのやり方が違うということで、全部のやり方をやっていかなくちゃいけないということで、で、それでもう頭パンクしちゃってですね、もう本当にもう疲れて、もう授業半年ね、あの、お休みしちゃったというような話も聞きました。本当にね、結構、このオンラインになってからですね、一つの講義をやるためにどれだけ準備しなくちゃいけないのかっていうのが、今まではですね、うん、その、なんていうのかな、 技術的なものは何とかなったわけですけれども、そこも全部やらなくちゃいけなくなって、授業の講義のですね、あの、準備をする時間っていうのは非常に増えたという方が多いと。しかもそれは別に内容に関することっていうよりも、その、 技術的な面でね、いろいろなったということで、まあ、負担が多かったっていう人が多くて。まあ、私は幸いですね、こう、YouTube とかやって比較的慣れてたので、まあ、対応できましたけれども、まあ、結構ね、年配の先生とか大変な方がおられたというふうに聞いておりますで。そういうのもご覧いただいてありがたいなというふうに思った次第です。で、私たちも、私たちということは天皇皇后両陛下ですね。愛護内心王が、えー オンラインで授業を受けているのをそばで見る機会もありましたが、これもうびっくりしますよね。まさか自分の講義が、天皇陛下、皇后陛下、両陛下が見られてる。ああ、学習の先生大変だなというふうに思いましたね。私たち自身も新たな知見を得ることができたり、何か学生に戻ったような気持ちになりました。ということはですよ、かなり本気で見てるじゃないですか。うわあ、これ、いやもうすごい、もう緊張しますよね。すごくね。 だから、どんな授業をご覧になったのかなと私はすごく興味ありましたけどね。今後、どのような状況の大学生活になるかわかりませんが、え、愛子内心の殿下にはですね、有意義な学生生活を送ってもらいたいと願っておりますと。ま、これ、あの、全国の学生の皆さんもですね、そうなんじゃないですか、有意義な学生生活を送ってもらいたいと、ご両親は思ってると思いますよ。だから、ぜひ、頑張って勉強していただきたいと思いますけれども。 で、えー、この後ですね、えー、ついにこういう質問が出るんですね。あの、まこ、内心王殿下についてですね。ま、えー、子さまは、小室圭さんとの結婚についてのお気持ちを公表した文書で、これ記者が読んでるんですね、えー。天皇皇后両陛下が私の気持ちを尊重して静かにみお,お見守りくださっていることは、えー、ことに深く感謝を 深く感謝申し上げております。と記されました。秋篠宮様は、えこれは記者の言葉そのままですねああ、結婚を認める考えを示されましたが、陛下はどのようにお考えですかお二人の結婚に関して国民の間で様々な意見があることについてどのように捉えていらっしゃいますかということに対してですね、こう答えています。マコ内親王の結婚については、国民の間で様々な意見があることは私も承知しております。 このことについては、マコ内親王がご両親とよく話し合い、秋篠宮が言ったように、多くの人が納得し、喜んでくれる状況になることを願っております。これ、重要な点じゃないでしょうかね。私、今回の、まあ、陛下のですね、このインタビューの中であ、この、あ、これはすごく、あの、注目しなくちゃいけないなと思ったのは、多くの人が納得し、喜んでくれる状況になることを願っておりますと言ってるわけですよね。で今は多くの人が、 これ、言葉のね、裏を返すようですけれどね、多くの人が納得し、喜んでくれる状況になることを願っていますということは、多くの人が納得し、喜んでくれる状況にないと言ってるわけですよね、ここは。で、これはね、私重要なことではないのかなと思います。 ある意味ではですね、この、マ、ま、こう内心の殿下に対するですね、メッセージが込められてるんじゃないのかなと私は思いました。やっぱり国民の理解を得られないようなことをしていたらですね、国民の象徴である、この天皇、陛下のですね、存在というものに対してですね、国民が、 心が離れてしまうというようなことはあってはならないということではないでしょうか。まあ本当にもうご結婚のこととかですね、まあこれこれ申し上げるのはも誠にね、僭越なんですけれども、まあ本当にどういう国民がですね、思っているのは、その、 心配してるわけですよね。本当にこれでうまくいくんだろうかということを心配してる。で、それはいいんだと。私はこれでもう絶対大丈夫なんだというふうに言っても、それは本当に大丈夫なのかというこの心配してるね、この国民。で、そしてですね、その、なんていうのかな。 それをねあ、あまり国民の声というものをですね、無視するっていうことはですね、どういうことにつながるのかと。いったら、これは長い目で見たときにですね、皇室と国民とのある間にあるですね、連帯感というか中退というかですね、この、まあ、意図ですよね。そういった意図がですね、あの、 少しずつ切れていってしまうような状態になるんじゃないかと。まあ、これをですね、多くの方々は恐れておられるというふうに思いますし、せんながら私もそう思います。ですからな、なんか、もう少しですね、冷静にですね、お考えいただいてで、まさに陛下がおっしゃるようにですね、あのご両親とよく話し合いということをですね、やっていただいて、多くの人が納得し、喜んでくれる状況になって、 ご結婚なさった方がよろしいんじゃないのかなというふうに思います。で、他にもですね、例えばですね、あの、またね、こういうことを言うね、まあ、これどこの記者なのかわかりませんけれども、現在、位継承は男性に限られていますが、長い歴史の中では女性が天皇になった事例もありました。 一方、ヨーロッパの王室では近年性別に関係なく、長所を優先して継承する動きが広がっています。皇室の歴史や伝統と、世界的に進むジェンダー平等やええ、女性の活躍推進の動きについて、陛下はどのようにお考えでしょうか。なんか嫌な質問ですね、これ。本当にね。まずですね、これ女性が天皇になった事例はあり,あありましたよ。でもこれ、女系天皇ではないんですよね。 だから、これを、えー、その、女系天皇を認めるということを今後認めるといくということになったら、かなり大きな、えー、歴史上の大変化になるわけです。で、それもやむなしという議論なのか、あそれをごまかしたままですね、えー、変わってないんだというようなことを言い続けるのか。ここはね、私は非常に、あの、 問題がある質問の仕方だなというふうに思います。またね、ジェンダー平等だとかね、女性の活躍推進だとかね、これ関係ないでしょう、ご公室の話に対してですね、だいたいジェンダー平等なんていうものをですね、ご公室に持ってくること自体がね、これなんか、大丈夫かというような感じが私はしますね。 ジェンダーって皆さん分かりますかこれはね、生物的な性差ではなくて、要するに文化的に作られた性差であるというふうに言うわけですね。例えば簡単に言えばですよ、女の子はピンクとか赤いリュック、リュックでランドセルしょって、男の子は黒い、えー、ランドセルしょってというのが、男は黒、女は赤。これはその性別じゃないですね。だからあの生まれながらの生物学的な性差ではなくて、文化的な性差であるというようなことで、これジェンダー。 のね違いであるとかね、まあ、こういうことを言ったりするわけですけれども、まあ、そのジェンダー平等っていうものはですね、えー、厳密に皇室の中にですね、えー、入れていくっていうことは、それはおかしな話で、そもそも皇室 っていうのの存在はですね、これ、歴史と伝統の中にあるものであって、現在の価値観で測れるものではないわけですよね。もっと言うならば、神話から繋がってるわけですよ。これを言うとみんなびっくりされますけど、神話の時代から繋がってるのが皇室のあり方であって、それは、その、いや、神話なんかないんだとか言っても、いや神話の中に天皇というものの存在が位置づけられていて、でそこからですね、今の、おこの、お ご皇室というものが今に至るまで続いているわけですから、本当にね、あの、神話がそのまま生きている国というのが日本ということで、すごい不思議な国ではあるわけですよ。要するに、近代化、これだけ近代化した国に、まだですね、古代のその、神話的な要素が残っているというのは、両方あるということなんですね。私はそれいいじゃないかというふうに思うんですけれども。 まあ、徹底的な合理主義。徹底的な、あその、なんていうのかな。近代、えー、主義者からしたらですね。もう何言ってんだと。ジェンダー平等だと。でも、ジェンダー平等とかね、言い始めたら、じゃあ民主主義っていうのを完させたらですよ。じゃあ、どうして私は天皇になれないんだと。この、おうちの人しか天皇になれないのおかしいじゃないかっていう議論だって、平等って観点から言ったら、あり得るわけですよね。男と女、どっちがなれるこれは差別だって言うなら、そもそもですね、えー、私やあなたがですね、えー、天皇になれない。これだっておかしいじゃないか。首相まではみ,みんなね、 天皇にななるるる権権利利与与ええらられれてないのっててのいいっおかしいともうこういうアホなことを言い出すことだってできるわけですけれどもそれほとんど言わないでしょそれはえ歴史があのこの皇室の本質だというふうに思ってるからですよねだからそこのところはやっぱりきちんとしなくちゃいけないと思いますで天皇陛下の答えは非常にスマートですねご質問において言及されたようなヨーロッパの王室などにおける状況はよく承知しています しかし、昨年も申し上げた通り、制度に関わる事項について私から言及することは控えたいと思います。 これはもう本当に、えー、あのスマートで、あの、な答えであの、これ以上の答えはないんじゃないでしょうかね。これ以上のことを言ったらですね、えー、何に政治利用されるか分からないというふうに思います。で、またですね、あの、東日本大震災についてもですね、触れておられるのが私は印象的でした。東日本大震災からもう10年が経とうとしていますが、この震災が2万人を超える死者、行方不明者をもたらし、各地に甚大な被害を及ぼしたことは、今思い出しても胸が痛みます。 震災直後、岩手、宮城、福島各県へのお見舞いや首都圏に避難されてきた方々のお見舞いをさせていただき、その後も、皇后陛下と一緒に被災地を何度か訪問して復興状況を見てまいりましたが、被災地ではまだ様々な問題が残っているように思います。この後は大事ですね。確かにインフラ面では再建が日々進んでいますが、 ご家族など親しい方が亡くなられた方々、避難を余儀なくされ、家族や友達が離散してしまったり、生活環境が一変し,まったしてしまった方々のことを考えると、震災からの傷がまだ癒えていないというような気がいたします。ということを出してですね。で、最後にこういうふうにおっしゃってますね。 未曾有の災害がもたらした災害の被害の大きさが改めて思い起こされるとともに、東日本大震災については過去のこととしてではなく、現在も続いていることとして考える必要があることを改めて感じましたということで、まあ本当にですね、まあいろんなところに国民の最も弱い立場の方々にですね、この、うん お言葉が届くようなですね、メッセージになっていて、やはりやっぱり現代でもですね、一番最初冒頭申し上げた通り、天皇陛下というのは国民と共にあると、苦楽を共にすると。特にですね、一番弱い立場にある人を、こう、なんていうのかな、うん 見捨てないという、そういうメッセージ性が強く感じられたものでありまして、やっぱり現代においてもですね、天皇陛下っていうのは、存在っていうのはですね、やはり改めてですね、ありがたいなと思ったし、私はやっぱり日本に生まれてよかったなということを感じました。最後に改めて申し上げたいというふうに思います。今日は天皇陛下のお誕生日です。宮坂 今後もこの番組を続けてまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またですね、この番組を続けていくに際して、ご支援を賜れる方は、記の振込講座よりご支援のほどよろしくお願い申し上げます。